サワディークラップ、こんにちは。今回はアイスを食べながらですね、タイ旅行の注意点について一つ、感想をお伝えできればと思います。以前ですね、タイ旅行の注意点として、タクシーのね、乗車について、ご紹介させていただきました。今回はですね、それに付け加える形で、タイの、コンセントについて、お伝えできればと思います。今回の注意点としましては、コンセントの差し込み口になります。アパートなんかをね、借りてタイに滞在される方もいらっしゃるかと思うんですけども、そのね、部屋にあるそのコンセントの差し込み口がですね、接触が悪かったりすると、火花がね、パンって飛んだりします。そういったね、差し込み口をですね、使っていますと大変危険だと思いますので、もしね、そういった差し込み口の場合はですね、使用しないか、アパートの方に言って、少しね、状況を見てもらうっていうことが必要になってくるかと思います。というのはですね、タイではこういったプラグでですね、大変ね、危険な状態になった方もいるそうです。それからですね、こちらのグリコのソフトクリームですけども、食べてみた感想は美味しかったです。もしね、興味があるよっていう方はですね、コンビニなどで、購入して食べてみられてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画もそろそろ終わりになります。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。それからですね、最後にね、もう一つね、追加させていただきたいんですけども、両替詐欺とかね、なんかね、例えばワットポーが今日は閉まってるよとかね、そういった昔ながらのですね、詐欺のような手口もまだ有効のようですのでね、その辺もですね、念のためご注意いただければなと思います。私もですね、注意したいと思います。